本日はいつもの放送場所 UDCK から場所を変えまして、ララポート柏の葉の中からお送りいたしております。柏の葉ララポート2階の、こちらはですね、クリスタルコートで生放送させていただいております。本日はですね、皆様にご参加をいただくこともできます。こちらに客席をご用意しておりますので、どうぞララポートにお越しの方はですね、興味を持たれた方はぜひぜひお座りになってご覧ください。まず最初に私たち K ストリームとは何かについて少しだけちょっとお話をさせていただきたいと思います。私たち K ストリームはですね、柏の葉を中心とした皆様で、放送を作らせていただいています。この皆様というのは地域に住んでいらっしゃる方々のことですね。はい、一般の方々に参加をしていただいて、放送機材から私のような MC まで全てをですね、一般の市民の方と一緒にやっております。なので僕ももともとは市民です。はい、まあ、僕はちょっと柏の葉の近くに住んでいるというだけなんですけども、そういった方々でも参加することができる、あの地域の皆様による皆様のための放送局です。なので気軽にご参加いただくこともできますので、興味を持たれた方はぜひともお声かけください。そしてここに参加していらっしゃる方々の中には、お子様を抱えていらっしゃるママさんたちや、お仕事をしていらっしゃる社会人の方、また社会人を、ご卒業といえばいいんですかね、卒業されて、第二の人生を歩んでいらっしゃるおじいちゃんやおばあちゃんたちにも参加をしていただきながら、みんなで和気あいあいとやっております。まあ、ご覧いただいているように、MC も拙いものでございますし、皆様にもやっていただけるんじゃないかということで、ぜひとも皆様の参加をお待ちしているところでございます。本日の K ストリーム柏の葉コミュニティ放送局、本日のラインナップですね、こちらをご紹介したいと思います。本日まず最初に行ってまいりますのは、笑って笑って子育てスマイル、こちらは K ストリームの看板番組となっております。ママさんたちによる、放送となっておりますので、ぜひともお楽しみください。その後にですね、近くにございます、カフェレストランアゴーラのシェフ田村さんをお迎えしまして、お家でビストロと題しましてですね、バレンタインにふさわしいメニューを、レシピを交えてご紹介させていただきたいと思います。そして最後にはですね、柏市のアーティスト日向直子さんによるライブを行わせていただきたいと思います。とても素敵な歌声ですのでね、ぜひとも皆さんにお聴きいただきたいなと思っております。こういった形で放送を進めてまいりますので、ぜひとも皆さん最後までお付き合いください。それでは一番最初の番組、笑って笑って子育てスマイルの皆様、よろしくお願いいたします。笑って笑って子育てスマイル。さあ皆さんこんにちは。こちら子ども番組笑って笑って子育てスマイルの時間になりました。今回はこの初めてララポート柏の葉からの放送ということで、私たちも緊張していますが、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、いつも見てくださっている方もいらっしゃると思いますが、まずは今日のメンバー紹介してまいります。向かって右側から自己紹介してまいります。私ミルキーと、この子ミートくんです。1歳、半になりました。今週、1歳半検診に行ってきますお願いします。私あゆゆと申します。今チョコちゃんは寝てます。またあ起きました寝ちゃいました。はい、はい、私杉と、そしてのんちゃんです。よろしくお願いします。エレールとカイです。1歳4ヶ月です。よろしくお願いします。今日はこの4組のメンバーでお届けしたいと思います。今日はですね、こちら会場に客席も用意していますので、まあ、今見てらっしゃる方、この子育て番組は30分ですけれども、この他にも他の番組が続きますので、どうぞこちらの席の方まだ空いてますので、どうぞこちらにもお越しください。さあ、まず私たちの番組最初、実はですね、年末の話をエリエルから聞いていないということもありまして、ちょっと時期過ぎちゃったんですが、まずはエリエルから年末年始の話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、何でしょう、これは。こちらですね、うん、12月31日大晦日ですね、みんなでお蕎麦を食べて、お決まりの31日なので某アイスクリーム屋さんで
アイスを食べてきました。そうだね、それは31日だから。そうです、うん、よくわかるわかる。でこの、ね、写真のすごいのがきちんとこう家族の皆さんこうちょっと、ね、目で隠してあるんですけども、後ろから見るともうバッチリとお顔がわかるというそういう写真になっています。はい、そして次は何かな。こちら簡単ですね。 お家の床の間で撮りました。これはエリエルのお家、主人の実家ですね。あ、そうなんだ。お正月らしく、ね、すごく立派な、はい、これ和室だよね、はい、飾ってます、はい、で会食はホテルにて、うわーすごい、食べてきました、はい。さあそしてこれすごいよね、その小さい写真をこう引き伸ばしてくれてこれ、はい、これ見ました。これがすごい、これ、お作りですね。これもちろん貝食べてないよね。何も食べてないです。これ何人前なんですか。これはね、なんかすごい、まあ、大人8人でしたね、この日は8人、すごい。でもなんかすごく貝くんがちっちゃいからなのか、ね、でもお皿も本当になんかこうお正月らしいお正月、うん、すごいね。はい、続いてはでも、はい、お正月料理は飽きたということで皆さんで焼肉を食べに来ました。お、焼肉、ついに貝も焼肉デビュー焼肉デビュー、ね、ここでちょっといい子に座ってるかな、ね、わあそうだねじゃあ年末年始はいい、ね、お家の方たちとみんなで楽しんで過ごせたと。はい、そうですね。で、でね、みんなに、初めての放送の時は今年の抱負を聞いたんだけれども、どうかな今年の抱負は。今年はですね、ですね、どう？うん。なんか1歳を過ぎてからもう何でも結構できるようになって理解するようになったんで、はい、しつけに対してちょっと頑張ってみようかなって、うん。まあでもそういうのはね、しつけとかどうなんだろうね、みんなね、徐々にかな。まだでもどうなんですかね、善悪の分かってるの分かってないのか。でもたまにね、自分で行けないとこう。ペンペンとかってやったり、怒ると怒られてるのは分かってる、ね、分かってるんだよね。そうそう、ね、そうだよね。じゃあまあ今年はそうやって頑張ると。はい、頑張ります、うん、ね、はい、ありがとうございます。まあ、エリエルの年末年始のお話でした。さあ続いてはですね、今日は2月14日ということで、皆さん何の日か分かりますね。バレンタインですけれども、このバレンタインにちなんだコーナーということで、まずはエリエルがこの間バレンタインイベント、あ、ミルキーです、あ、ミルキーが、はい、バレンタインイベントをこう個人的にやったということもあって、はい、その話を聞きましょう、はい、まずは。いつもですね、あのお友達とあの集まって、あのいろんなイベント、例えばハロウィンとか、うん、クリスマス会とかっていうのをやってたんですけど、今回はバレンタインイベントで、たまたま参加してるお子さんが男の子4人で女の子4人っていうことで、ちょうどいいね。そうなんですよ。で、ね、あのプレゼン、あ、チョコレートはねまだ食べれないので、うんうん、プレゼント交換をしましょうということで、普段そのお母さんで、うん、男の子のお母さんは女の子のグッズ、あ、女の子のお母さんは男の子グッズ、その逆をやって、一応500円ぐらいっていうことで名目で集まってプレゼント交換をしたんですね。でその時に一応ですね、こういうものをちょっと作って、折り紙なんですけど、これがハートで、こっちがうさこちゃん、それがケイトでこう繋がってると。そうなんですよ。で一応ですね、女の子の方にこのうさこちゃんどれがいいって選んでもらって、こっちの方に男の子の名前が書いてあるっていう感じでして、いい、ね、うんうん、で一応プレゼント交換っていう感じで、そういう案もあるんだね、はい、こう赤い糸で繋がってるよみたいな。どうしよう、なんか1歳何ヶ月にしてもカップルみたいな、カップルが成立したわけ。そう、それで、うん、私はですね、普段ね、それこそね、うちの子は男の子なので、うん、男のグッズしかね普段見ないから、何がいいかなってすごく、まあ、そうなんですよ、悩んで、うんうん、でお洋服といってもね、サイズが、まあ、すぐ着れなくなっちゃうのもあれかなと思って、はい、トイザラスですか、トイザラスに行ったらちょうど500円ぐらいでプリンセスコーナーみたいな、アメリカのプリンセス、なんか、うんうんうん、ドレスだったりティアラだったり、そうなんですよ、プリンセスコーナーにあのステッキがありまして、なんかボタンを押すと光るんですけど、うん、いわゆるなんだろう、なんだプリンセスステッキって書いてあったんですけど、あ、分かる分かる、なんかプラスチックのこういう、割となん
なんか見栄えのする、ね、そうなんですよ、ね、うん、まあ、多分今ぐらいだと持っても振り回すだろうなっていう想像はついたんですけど、ただこう叩かれちゃうみたいなね。そうそうそう、分かる分かる。普段絶対こんなの買わないからこれはいいぞと思ってそれを購入しました。喜んでもらいました。それで、ミート君が実際にもらったものっていうのは、私は長靴をもらいました。あ、長靴。そう、そういえば買ってないなと思って。でもね、のんちゃんも実はこの間長靴を買ったんだけれども、その雨の日の後の外に行くと水たまりの足をね、行くんだよね。本当ですか。そうそう。だからちょっと普通の靴ではもう対応できないので、ね、うちはまだちょっと怖くて雨の日は外出させてないんですけど、いつもベビーカーで移動してるんですけど。ね、長靴せっかくもらったからちょっと履いて雨がっぱでも着せて、ね、外出てみようかなと。そういう楽しみ方も、ね、思ってます。あとはちなみに他のお母さんたちはどういったプレゼントがあったんですか？そうですね、まあ、基本的に男の子はやっぱり車のおもちゃだったりとか、うんうん、あと、まあ、お洋服もありましたし、はい、あと女の子はそうですね、小物ですね、うん、あのお財布とかですね、キッズ用のなんかキティちゃん、あ、キティちゃんもう猫ちゃんの白い猫ちゃんね、うん、あのお財布なんかちょうどね、うん、今ぐらいのってお財布好きじゃないですか、うん、好きだよ、子供ね、親の財布をねこういじってはカード出してみたりお札出してみたりっていうので、さっきね、のんちゃんが一緒にお昼を食べたお友達は、うん、しっかりね子供銀行のねお札持ってるよ、ね、そうそうそう、だから結構お財布って喜ぶんだなと思って、そう、それでね、こうなんていうのかな、貯金箱を用意すると自分でお金を入れたがる、そう、入れたがらない？今度ねやってみて、ぜひ貯金箱を用意するとお財布を持ってるとすぐこうお財布を刺してね小銭を入れろ入れろっていうのね、うんうんうん、まあお金もちょっと貯まるんじゃないかなと思って、そうやってやれば、うんうん、ぜひやってみてください。はい、さあ、いいですね。そしてね、今日2月14日ということでちょうどこの今のグループも、まあ、女子2、はい、男子2ということで、まあボーイズはこの端2組、そしてガールズはこの中2組なんですが、私たちからもちょっとねプレゼントをね、このボーイズに用意をしました。嬉しい。じゃあどうしよう、まだあるから、うん、いや、あのチョコちゃんからじゃあミート君に。あ、本当ですか。はい、どうぞ。あ、すごい、すごい。なんだろう、中身は何でしょう。中身です。実はね、このあゆゆと2人でプレゼントはまあいくらぐらいにしようかとか、何にしようかってちょっとメールでね相談し合って、大体の金額をねやって大好きなトントンおもちゃ。トントンおもちゃいいね、こういうのいいよね。これは何ですか？リフトグライダー、ソフトグライダー、プラスチックで、あの、すごいすごいすごい興奮してる。パーツが3つなんですけど飛行機になるんですよ。へー、すごい。で、あの、当たっても痛くなくて危なくないおもちゃなので、うんうん、いいですね、はい、ありがとうございます。ちょっとね、そうやってなんか素敵なものを出された後に私は出していいのかちょっとわからないんですが、ちょっと待ってね。じゃあまずこれが貝、ね、そしてこれがミート君、そしてこれは友チョコで、はい、どうぞ、チョコちゃんどうぞ。あ、チョコちゃん、トモチョコだ。トモチョコを用意してみました。一応開けてみてください。さあ、実は世の中に今こういう商品があるんだなと思ってみんな知ってると思うんだけれども、ちょっと男の子すると、あ、知ってる？私これを限定を知らない。そう、実はね、今日ちょっとみんなカメラの方にこの商品をちょっと見せてみて。今ね、ちょっと冬の時期っていうこともあって喉を大切にしたいかなと思いつつ、この中に入っているものは子供は食べられないけれども、はい、食べ終わった後にクリップ入れに使うといいと、はいはい、そうそう、補充しなければね、詰め替え用を。そして実は、まあ、実はこういうものがね作れるんだよね。ちょっとね大きく見せられないんだけれども、実はこれのんちゃんの写真入りの、これはなんかネットとかですか？そう、これね、中オーダー、こういうオーダーしてちょっと作ったんだけれども、のんちゃんの写真入りのちょっとちらっとのど飴ね。なんかちょっとしたね、ちょっといいでしょ、プレゼントで。実はね、この箱に入って3個入りで、まあ、発注できるんだけれども、ちょっと面白いかなと思って、これ面白い。チョコとかありますよね。それが実は今日2月14日だから、まあ、スタッフもたくさんいるってこともあって、実は某その小さい10円ぐらいのチョコのね、写真入りも発注したんだけど、間に合わなかった。実は今日到着で。そうなんだ。そう、残念。見たかった。でもね、それも写真入りのこうできるんだよね。だから、まあ、ちょっといろんな人に配る分には、
どうかなと。これちなみにこの、 あのキャラクターはこれも写真ですか？これは元々に売ってるやつなんだ。このこのお店でちょっと買ったんだけれども、うんうんうん、ちょっともう原宿駅そばの、原宿駅そばじゃないね、あそこ表参道かな。すごい、じゃあいっぱい種類があるってことですか、キャラクター。そうそう、だからのっちゃんはロシアのちょっと耳の大きいお人形、ちょっとそういうのもあったり、私はね、あのいろんな絵の中に小さい男の子を探すやつ、知らない、メガネのさ、そういうのもある、赤と白の、そう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 、彼を探すね、飴とかあって、で、これは多分チョコちゃんの好きなキャラクターなので、そう、それを選びました。これは面白いですね。だからまあ、次回までに皆さんがどういうバレンタインの贈り物したかなんて聞けたらいいですよね。はい、実は今日結構この会場のそばにも小さなお子さん連れの方にたくさん来ていただいて、やはり座るっていうのはちょっと抵抗があるのかな、でも結構見に来てくださっててね、さっきから、うん、そうですね、うん、それがすごい嬉しいですよね。ね、だから今日は1日2月14日良い日をお過ごしくださいということで、このコーナーは終わります。さあ、そして続いてはあゆゆのコーナーです。さあ、あゆゆお願いします。チョコちゃんお願いします。さあ、実はあゆゆ今日すごく一生懸命頑張っていろいろ用意してきてくれました。なんだね。さあ、何でしょう今日は。今日はちょっとハーブについてやりたいと思います。はい、いいね、ハーブだって。はい、まあ、小さな子供がいるとね、こうハーブとかも使えるもの使えないものとかいろいろあったりするのかなと思うんですが、で、じゃあ、はい、この季節にぴったりのハーブ2種類ご紹介していきたいと思います。はい、はい、で、まずはこちらですね。なんだろう、よいしょ、はい、こちら、はい、カモミールですね。カモミール、はい、でこちら、はい、非常にメジャーなハーブで、第一のリンゴとも言われていまして、別名カミツレという名の方が皆様だと結構知ってる方が多いかもしれないですね。で、はい、でこちら主な作用なんですけれども、はい、こちらちょっとまとめてきました。で、消炎作用、発汗作用、冷え性、不眠症、肌トラブル、ホルモン調整作用、鎮静作用、工夫作用、胃炎、風邪って多様にあるんですけれども、はい、はい、で胃炎なんかにはですね、食前にカモミールミルクにして飲んでいただくのがおすすめなんですね。はい、で、こちらのホルモン調整作用で、ホルモン調整作用っていうのは、生理不順ですとか更年期障害に効くと言われていまして、それはね、そのハーブっていうのは、はい、例えばその粉末のものを用意したりして飲むということ？ですね、もうドライハーブって言っても、カモミール自体の花がドライになってる、乾燥させてあるハーブがもう直接売ってますので、そちらをティーカップに入れていただいて摘出して飲んでいただくような形になります。それはお湯で摘出という？そうです、お湯で。熱湯ですね、必ずハーブの場合は熱湯で。熱湯お願いします。はいはい、で中でちょっと工夫作用っていうのがちょっと聞き慣れない言葉かと思うんですけれども、うん、何か駆除の苦に風邪、ね、はい、そうですね。でこれは腸内に溜まったガスを排出する作用なので、こちらのカモミールっていうのは乳幼児にも穏やかに作用しますので、乳幼児の方にも使っていただくことができます。でなので、はい、赤ちゃんまだゲップが上手にできない、おっぱい飲んだとゲップが上手にできないので、うんうん、お母さんがハーブティーを飲んでいただいて、母乳から与えていただくと、お腹の中ゴロゴロした、ガスがすっきりと、はい、それで夜泣きの軽減にもつながっていきますの で夜泣きがちょっとひどい時はカモミールティーを沐浴する時に沐浴剤としてお湯に混ぜていただくと、うん、鎮静作用がありますので、赤ちゃんもリラックスしていただけると思います。で肌トラブルなんかもおむつかぶれにも使えますので、このハーブティーを脱脂綿ですとかそういったものに浸していただいて、優しく拭き取っていただくと消炎作用もありますので、はい、かなり重宝していただけると思います。それは抽出するときは、まあ、熱湯ということだけれども、はい、冷えても問題ないっていうことなのかな。冷えても全く問題なく使えますので、もし小さい子がそのまま飲んだりするんだったら、ちょっと、はい、ぬるま湯というか、そうですね、ちょっとぬるま湯にしていただいて、ちょっと薄めた方がですね、カモミールちょっと味が
かなり癖がありますので、はい、あの乳幼児はちょっと薄めていただいた方がいいかもしれないですね、うんうんはい、でもう一つご紹介したいのが、はい、あのエキナセアというもので、あ、なんか聞いたことある、はい、聞いたことあるよね、うん、ちょっと難しい漢字の名前なんですけれども、こちらエキナセアですね、うん、でこちらはですね、北アメリカの先住民が伝染病や虫刺されの傷の手当てに使っていて、インディアンハーブとも呼ばれているんですけれども、こちらドイツなどでも研究が進んでまして、免疫不活作用、抗菌作用、抗ウイルス作用などがありますので、免疫力を高めるハーブとして広く今知られるようになりまして、アメリカなんかでは今あのサプリメントでエキナセアっていうのが売ってて、日本でもですね子ども用 の, あのハーブチンキなんかが売られたりして、非常に今ポピュラーになりつつあるもので、非常に万能なハーブになります。はい、はい、であの今インフルエンザとか風邪が非常に流行ってますので、あのこちらすごいおすすめなんですね。ただあのご自宅で皆様例えばカモミール買ってエキナセアを買って自分でブレンドして、うん、ご自宅で飲むっていうのはあまりされないと思うんですね、うん、であのそういった方のためにですね、ちょっと今日カルディさんから許可を取りましてですね、こちらの商品ですね、はい、で、はい、でこちら、エキナセアカモミールブレンドで、お値段がですね、2月14日現在298円で売ってまして、うん、あのもう本当に割合も非常に癖のない形で仕上がってますので、こちらの非常におすすめの商品となっております。あれだよね、あのここの柏の葉のララポートの1階にある、ララポート1階カルディですね、はい、でこちらの売ってますので、手軽に、うん、朝なんか取っていただくのもいいと思いますの で, でちょっと今日あの朝摘出してきたものをちょっと試飲していただきたいと思いますので、じゃあちょっとこれどうぞ、はい、すごく準備よく用意していただいて、はい、はい、ありがとう。ちょっとこれ、まあ、やはりこうやって近づくだけでも結構香りはするね。そうですね、あのカモミールの方が強くて、エキナセア自体ちょっと草な匂いが強いんですけれども、カモミールとブレンドするので非常に飲みやすく、はい、体に良さそうですね。そうなんですね。でこれ口に含んだ瞬間は特にそんなに味はないけれども、はい、よく味わうとこういろんなものがこう、ね、溶け出しているというイメージはあるかな、はい、で男性特に言われるのがカモミール非常に味がちょっときついっていうことで、うちもそうなんですけど、主人が飲んでくれなかったんですね、はい、でその方におすすめなのがこのリンゴジュースでブレンドしていただくという形が、すごくちょっとリアちゃんが反応しちゃってるんですけど、すごい、はい、それでブレンドしていただくと飲みやすいと思います、ね、そういうのもいいね、いろいろね。でもこれもすごく、これは2g 10袋ということで、はい、結構ね、1袋に、10ティーバッグ入ってますので、はい、お手頃な価格で、はい、ね、はい、うん、はい、以上です。あ、はい、すごくいい、いろいろやっていただいてありがとうございました、はい、なんか味もすごく良かったよね、はい、うん、美味しかった、良かったです。冷たくても美味しいし、うん、まあ、温かくても美味しいかもしれないね、これはね。ではぜひ皆さんもこれ試してみてください。これありがとうございます。スタッフの声も美味しそうということでいただきました、はい、ありがとうございます。これをもし買いたい場合はこのララポート柏の葉の1階のカルディに置いてあるということで、そちらで聞いていただければ分かりますよね、はい、ぜひこの番組見た方で気になる方はぜひそちらにお越しください。さあ続いては本の紹介のコーナーなんですが、私たちバレンタインのことばっかり頭にあって、実は今日4組のうち3組絵本忘れました。1組だけ持ってきてくれました。他のことにちょっと頭がいてしまって、すいません。じゃあそうなんか偉いミルキーを持ってきました。持ってきてくれてるだろうなと思って、出頭にちょっとカバンに忍ばせたものなんで、あんまり大したものではないんですが、これあれですね、某有名なミニカーのメーカーが出しているちっちゃい、あれでしょ、そうですね、タラララってやつだね、うん、すごく分厚いんですが、とっても持ち運びにいい重さというか、うん、軽いんですね、すごい素材も柔らかくて、で、まあ、うちの子は男の子なので、とりあえず車が書いてあれば大喜びなので、だいたいそうですね、お出かけの時にはとりあえず持って行って、結構これクイズ形式になっていたりして、多分2、3歳、幼稚園生ぐらいの子も楽しめるものになっていて、
これはおすすめですね。結構この、 サイズ感でいろいろとシリーズが出ていて、このメーカーじゃなくてもこの裏にちょっと紹介があるんですが、うん、ヒーローものとかですね、あとキャラクターものとかいろいろ、あと多分女の子の好きそうなキャラクターのものシリーズも出てたりとかするので、あ、そうなんだ、うんうん、これはですね本屋さんの中でもちょっとですねコーナーが、こちらのララポートさんの本屋で購入したんですが、ちょっとですね、絵本コーナーですね絵本コーナーのちょっと図鑑のコーナーのある下のあたりに、うんうん、シリーズでポポポッと置いてあって、なんかちょっと見逃しやすい場所にあるんですけれども、まあ、書店さんの方に聞いていただければすぐに出てくるかと思うんですが、こういうサイズって意外にコンビニとかにも、ね、売ってたりとかするんですよね。そう、意外に売ってるよね。赤ちゃんグッズを売ってるお店にも絵本コーナーみたいなところにもあったりとして、多分ね、こう、うん、絵本持ってくるの忘れたみたいなお母さんがサクッと、ね、コンビニで購入して、ね、こう間を持たせるみたいな、ね、うん、感じで使われてるのかなと思って、うん、結構これはおすすめですね。それもいいよね。で、はい、今日絵本じゃないんだけれども、実は今日朝ちょっと某銀行に行ったんですね。そしたら当然のんちゃんは疲れてしまったわけね。そしたらまあ銀行さんの方でこういうものがありますよということで、ちょっとね、千葉県を走っている鉄道駅千葉っていうこういうカタログを何種類かもらって、これは成田スカイアクセスなんですけれども、まあ、こういうの男の子だと結構楽しめるか、のんちゃんはちょっと女の子なのであまりこう乗り物どうかな、ね、でもいろいろこう千葉県を走っているあの鉄道についていろいろ書いてあるので、これなんかシリーズがいっぱいあるみたいですよね。第何号とかって26ってことは26冊ここにある。だからまあちょっと銀行さんの方もこうやって小さな子供が飽きないように一応ね、置いてはあるんだなって、まあ持ってってくださいってことでもらってきたんだけれども、まあちょっと貝あんまり興味なかったからお菓子の方がね、実は今日こう公開放送するにあたってやっぱりみんながどうやってこうこの位置に我慢していられるかっていうのをそれぞれが考え、まあ、お菓子を持ってこようとか、うちはひたすらリンゴで、そうそうそう、お菓子、リンゴいろいろ用意して、まあ、考えてきたわけなんだけれどもなかなかね、まあ、いい絵本があったら今日会場もこう小さなお子さん連れの方もこうちょくちょく見に来てくださっているので、まあ、これからも絵本を紹介するコーナーは続けていくつもりなので、もし絵本、何かいい絵本がありましたら、まあ、今まで紹介したことあるものでもいいので、またその人、読む人によって観点が変わると思うので、まあ、こういう風に読ませてるよとかそういったものがあればいいかなと思うので、ぜひ何かいい絵本がありましたらこちらまで、公開放送は今日もう少しで終わり、私たちのコーナー終わりですけれども、ね、いつも UDCK の中からこの笑って笑って子育てスマイルは、火曜日、毎週ではないんですが一応小さな子供もいるっていうこともあって季節柄まあ具合も悪くなったりするので、ね、毎週はできないんですけれども、一応今この4組がメンバーということで、こうメンバー募集しています。そうですね、ぜひ参加されてください皆さん、うん、まあ、子供がやっぱり具合が悪くなってしまったりした場合は本当に当日でもやむを得なく欠席はできますので、まあ、スタッフの皆さんにも申し訳ないんですが、まあ、やっぱりね小さな子の健康は大切なので、まあ、そのあたりも考えて一応番組作りをしていこうと思っています。ですので、これからも笑って笑って子育てスマイルどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では続いてのコーナーはお家でビストロです。れいこさん、それではよろしくお願いします。私たちはこれで終わりです。さようなら。さあ、れいこさんお願いします。
今日から新しいコーナーでおうちでビストロがスタートします。柏の葉駅前の東口前にあります、カフェレストランアゴーラから田村シェフに来ていただいてます。これから、田村シェフのお料理を、紹介させていただくんですけれども、まず最初よろしくお願いします。よろしくお願いします。アゴラの、料理担当しております田村です。よろしくお願いします。アゴーラっていうのはどういう意味があるんですか？はい、アゴーラはギリシャ語の、はい、集うという意味ですね。だから皆さんコミュニティの場として、はい、まあ、集ってもらいたいという、まあ、意味合いを込めてという意味ですね。はいはい、じゃあみんなに集ってワイワイとっていう感じですね。そうですね、はいはい。今日は、鶏もも肉のフリカッセとガトーショコラ、バレンタインにちなんでガトーショコラを教えていただくということですけれども、はい、もう始まって、あれ始まっていいですか？ちょっとここでお料理するというわけにはいかないので、前もってビデオを撮ってありますので、そちらをご覧いただきます。ちょっと音声が聞こえにくいところもあるかと思いますので、ご準備をさせていただきます。分量これを使全部入るわけじゃないんですけど、はい、まあ、ちょっと私まずお塩ですね。大体これぐらいっていう感じでちょっとお塩を入れてます。何かこうフォークでついておくとかそういう感じじゃないですか？そうですね、お肉に関しては下味しっかり上にちょっとつけるとかないと、その後こういうのを開く場合があるんですけど、火の通りはいいんですけども、それ以上にこう開かず、はい、本当に柔らかくこうスッと抜ける状態までしないでも、まあ、そういう必要はちょっとないかなぐらいなイメージなんですね。よく両面にフォークでこうついたりして味が染み込みやすいようにとかするんですけど、この場合はそのままで、はい、まあ、一切包丁とか入れないでね、今回煮込んでいきましたけど、包丁入れたりそういう
まあ、フォークで刺したりすればもうあの早く煮上がることは煮上がったりとか火の通りはいいんですけども、あの本当にこの骨がスッと抜けるぐらいまでね柔らかくあの煮込みますので、まあ、その必要はちょっとないかなと、はい、ホロっていう感じで取れるぐらいまで煮るっていう、ホロホロになりますので、はい、これは小麦粉をつけてるところですね。結構しっかりめにつけてる。小麦粉をつける意味合いとしては、おソースの方にとろみをつける液体の中で煮込む、はい、意味がありまして、この粉がまぶして焼くことによってね、粉っ気なんかも飛んでいきますから、直接ソースに粉を入れるんではなくて、こういったことをやった方が自然にソースの味に、これでフライパンでこれから焼くんですけども、でおにぎりもね、粉っ気がついて、粉っ気がついてた方がソースが乗りやすいです。最後粉をそのものを入れると粉臭さがすごく出てしまう。この時思ったんですけども、いっぱいつけるにしても小麦粉が私のうちにあるような小麦粉より、すごくサラサラしてるような感じがする、はい、実はこの小麦粉は強力粉を使うんですね。薄力ではなく強力、どっちかというと若干サラサラとしてる、中火ぐらいなんですね。フルにかけてたのかなと思ったら、いや、まあ、フルにはかけてない、そのままだ、ちょっと揺するような感じで今やっていきますけど、はい、皮から、ね、皮から今焼く作業なんですけど、まあ、この時はやっぱちょっと油を多めに、サラダ油で構わないんですけど、多めの油で少し揺するような感じで焼いていきますね。まあ、テフロン加工のフライパンがよろしいかなと思いますけど、この部分に油が残って食べる、この皮から焼くっていうのには理由が、はい、そうですね、皮目がやっぱりすごく焼き色も綺麗につきますし、あとやっぱ皮と身との間に油がね、多く含んでいるので、それをこうゆっくり落としていくという、油をゆっくりじっくり焼いて落としていくという、実はついてて、まだ身のあるので、これはじっくり焼くけれども別に中まで火が通らなくても、はい、この時点で色をつけるという意味合いだけで、中はもうほんと生の状態で構いません。この後煮込んでいきますから、そこでじっくり火を入れます、ね、キノコはもうソテーを前もってしておいたもので、こちらの鍋に入れてもらった方がいいです。手順的には早くなるので、前もってちょっと炒めて軽く塩を当てといてもらったらいいかなと思います。キノコはなんかこういうキノコを使った方がいいとかいうの？そうですね、まあ、今本当にもう一般的に売ってるものでしめじ、エリンギとか、まあ、今回使ったのはあとホワイトシム、まあ、3種類ぐらい入れてますけど、まあ、椎茸でも構わないと思います。こうやって入れた状態で、アルコール分が飛んでくるんですけど、そうですね、まあ、軽く白ワインを入れていきましたけども、まあ、ワインに関しては白ワインの中でもタイプとしては辛口のタイプの方がよろしいかなと。甘くしたとちょっとやっぱり仕上がりがちょっと甘くなるっていうと、でまあ、ちょっと今回今レシピ出した分量のワインだとちょっと若干多いかなという気がしましたので、ちょっと 50cc ぐらいですね、今出てるレシピから差し引いてもらっていいかなと思います。さっき火をつけてたんですけど、お家でやるとなかなかちょっと火をつけると怖いっていう、そうですね、火はなるべく上がらないようにちょっと今回ちょっと火が上がってしまったんですけど、弱くしておけば上がらないと思います。あ、じゃあグツグツ煮るような感じにしておけばいいと思います。今ちょっと、仕上がりが出ちゃったんですけど、次が、ガトーショコラですね。テリーヌ型で組みまして、こちらがテリーヌ型なんですけど、まあ、かなり大きいです、ね、30センチぐらい。今回ガトーショコラは、まあ、お店で作る分量でねちょっと出してしまってるんで、大きなテリーヌ型で作る、分量にちょっとなってるんですけども、こういったものが主流なんですね。ちょっとやり方と工程はちょっと今回これでやらせていただいてます。そうですね、これは結構大きい方ですよね。そうですね、もう30センチぐらいの方で、いわゆるフランス料理のテリーヌを作る方なんですけども、はい、まあ、レシピに関してはちょっとこれ、これを2本分っていうと、お家でやるとすると分量は、そうですね、分量だと、分量これお家でやるとすると本当に3分の1量ぐらいかなと思いますね。いわゆる丸いケーキ型で
焼いていただく場合は多分それぐらい3分の1度ぐらいになるかなと思いますね。であとこちらがクルベリチューズカカオ分の高いチョコレートなんですけど、ね、フランス産のチョコレート、まあ、やっぱりこの中で、まあ、クルベリチューズのチョコレート、まあ、ちょっと上質なものを使った方がやっぱりガトーショコラ美味しく上がりますので、まあ、カカオ分が高いものですね、まあ、ビターのタイプのものを使ってますけども、砂糖が2つに分かれてるんですけども、はい、レシピ中にあるんですが、こちら卵を卵白と卵黄に分ける作業をしまして、はい、でこちらの砂糖が卵白用でちょっと多めになります。これ 240g、はい、でこちらが卵黄用で、その半分の 120g ですね、はいはい、でそれぞれちょっと分けて、今こう生クリームが 240g になってます cc で、多分レシピの今お配りしたレシピは 2cc になってます。これも、はい、ブレンドしてしまってます。分量はレシピに書いてある。これは小麦粉とココアもふるってる状態ですか。はい、レシピに載ってるカカオパウダーとですね、薄力粉はもうふるいにかけた状態をもう合わせてます。2つ合わせた状態で、バターとチョコレートに関しても今同じボウルに入れてしまってますけども、まあ、これを湯煎していくので2つ一緒のボウルにまとめても構いません。つかないような状態、乾いたような状態にしていただく。よくケーキとかを作るときに卵とかは室温に戻すっていう、置いておくっていうのがあるんですけど、この場合はもうやっぱり室温にしといた方が。そうですね、まあ、卵白立てるときに氷を当てずに立てますので、はい、まあ、室温ぐらいにしといてもらった方がいいんですけども、まあ、特にそこまでこだわってやらなくても大丈夫は大丈夫です、はい、入れて焼くわけなんですけど、はい、バターをですねちょっとしっかり側面に塗っていただいて、はい、こういうクッキングペーパー、作る前の下準備、こういうものはそうですね、まずは、まあ、計量、まあ、全てのものの計量もそうなんですけども、はい、まあ、型にバターを塗って、はい、クッキングシートを敷くとか、あとはオーブンの温度ですね、あらかじめ、まあ、140度、今回140度で焼きました。まあ、あらかじめ温めておいてもらわないと、すぐに入れられないので、ね、まあ、そこを前準備として、何も砂糖を入れない状態から140度というとちょっと低い温度ですか。そうですね、まあ、若干低い温度、まあ、大体普通に肉を焼いたりする温度200度とかなので、まあ、かなり低い温度で、まあ、ゆっくりじっくり焼いていくんですね、はい、最初の1回目は。お砂糖を3回4回分けて入れるっていうのは理由はどういう。まあ、卵白をしっかり立てていくんですけど、はい、一気に砂糖を入れてしまうと泡立っていかないので、はい、徐々に泡立っている状態を確かめながら、はい、入れていくっていうことですが、はい、まあ、4回ぐらいに分けるということですね。溶かしていく作業ですね。これも今バターと、ね、チョコレートを湯煎するんですけど、直火で当ててしまうとどうしても強火になりすぎちゃって焦げたりするので、絶対、まあ、これをしっかり湯煎してやっていただければ焦げる可能性は全然ないので、まあ、ここはちょっとしっかり湯煎してやっていただいた方がよろしいですね。生クリームは今火にかかったと思うんですけど、はい、沸騰させちゃっていいですか。一度沸騰させて、で、まあ、それを、まあ、温かい状態で持っていたものを入れると、まあ、ちょっと冷たいものをやっぱり入れていくと温度も入れた方の温度も下がってしまうので、そこは同じぐらいの温度まで持っていった状態のものを合わせた。さっき言ったボウル、まあ、お水もそうなんですけど、砂糖をね、これ卵黄をね、今度砂糖と混ぜ合わせる作業に入るんですけど、これ砂糖を今入れておいてしまうとね、で何もしてないで置いておくと固まってしまうので、絶対に入れたらすぐかけますっていうことをやっておいてもらって、まあ、卵は割っておいてもらって構わないんですけど、砂糖とはまあ別にしておくと。これはどれくらいまで。チョコレート、そうですね、混ぜていくとだんだん白っぽくもったりしてきますので、まあ、その状態までしっかり混ぜていく。一気に熱いので卵固まる可能性もあるので、一回ちょっと湯煎をしていた、チョコレート、バター、生クリーム、ゴムベラでやった方がいい。今度合わせていきます。
これも何回かに分けて入れるんですね。ですね。まあそんなに回数はいいんですけど、はい、まあ1回入れて最初の半分ぐらいなじませて、はい、それから最後一気に全部入れて混ぜ合わせると。チョコレートをちょっと私なんかも湯煎したことがあるんですけど、はい、モラモラになっちゃう時があるんですけど、あそれ原因なんですね。そうですね。まあガシャガシャやらない。そうですね。なんだろうな。ちょっと、ま、そこはチョコレートだけですか？だけでいい。チョコレート。バターとかは入ってない。あバター入れて。あ分離してるってことですね。なりえ、まあチョコレートだけだと結構なりやすいですね。あとは生クリームを入れたりとかっていうので、はい、伸ばしていくような感じでやるんで。しまうと。でこれは先ほどね、はい、のメレンゲの状態にした卵白、まあ、これもあの泡を潰さないように混ぜていっていただきたいですね。あのホイッパーなんかでガガガッと混ぜてしまうとせっかく立てたあの泡が全部潰れちゃうので、この泡がやっぱりこうしっかり立ってるっていうことで、あのガトーショコラもしっかりこう焼き上がりもふっくら上がるで、まあ、ここをちょっと3回に分けて今入れてるんですけども、この状態でこうさっくり混ぜるというのがポイントですね。これ最初に卵白を泡立ててあったんですけど、はい、順番的には最初に卵白を泡立てておいて、はい、油性チョコレート湯煎にかけてっていう順番の方が、はい、そうですね。今の VTR で順番でやった方がよろしいと思います。あの卵白立てる時間相当時間もかかってしまって、はい、あのボウルにもう卵白だけ入れる状態で待ってる時間が長くなると、はい、今度せっかく合わせて温度が保ってたものが下がっちゃうんで、はい、はい、卵白は泡消えるってことはないんですか？もうしっかり立てて置いとけば大丈夫です。大丈夫です、はい。これ最後にね、カカオパウダーと、薄力粉ですね、合わせたもの、これもさっくり合わせて、はい、まあ、全体が馴染んだらあとはもうテリーヌ型に入れて焼きの作業に入るんですけども、これあまり膨らむっていうケーキじゃない、焼く時はこれよりちょっと高さが出ます。まあ、これがぴったり2本分、まあ、今出来上がって、まあ、アゴーラの、ガトーショコラの1皿分、大体20皿分ぐらいですかね。1本で、1本で10皿ぐらいです。1本10皿、まあ、大体今2本できて20皿ぐらいですね。でこの焼く作業なんですけど、焼く時もこれを湯煎をして、まあ、優しい火でですね、あの火を入れていく、直火に当たるのは上の部分だけっていう感じです。これはお湯、水からじゃなくてお湯にしたものにつけた方がいいですか？そうですね、まあ、若干ぬるま湯程度で大丈夫です、はい、それで140度のオーブン、まあ、約2時間、まあ、2時間弱だと思いますね。ちょっと2時間目いっぱいまでかかんないと思いますけども、はい、お家でちょっと型が小さくなってもやっぱり2時間ぐらいかけて、そうですね、まあ、若干量も減るんで、はい、まあ、多分1時間から1時間半の間には焼けるかなと思います。あ、そうです、はい。まあ、これが焼き上がりの状態で、まあこれは仕上げです、はいはい。これフルーツは、はい、いちごとブルーベリー、いちごとブルーベリーですね。それはちょっとあの砂糖につけたコンポート、はい、添えてます、ね、はい。あとはまあ先ほどのフリカッセも出てますけど、あのフリカッセに関してはもうランチの時間帯で今定番メニューで、まあ、ほぼ毎日あるような状態で、はい、お昼の、ね、時間帯、はい、ランチで今やらせていただいているので、はいはい、盛り付けも全くこんな感じになります、はいはい。これは、バターライスでした。はい、添えてあるのはバターライスですね、はい。これと一緒にあのソースを食べると相性とてもいいので、本当にあのフランスの定番メニューになります、ね。そうですね、やっぱり色もキャラクついて、これちょっと食べてるところが出るんですけど、はい、本当にあのフォークでポロっていう感じでお肉が外れて すごく美味しかったんですけど、大体煮上げの時間で1時間ぐらいはね、はい、煮てます。あのフリカッセに関してはちょっとさっき VTR ちょっと分かりにくかったと思うんですけども、はい、あのワインを入れてお水を入れてで蓋をして、まあ、弱火で1時間ぐらいですね煮上げますね。はい、試食はのとこは出ないみたいなんですけど、本当にもうポロポロですごく
美味しかったです。はい、ありがとうございます。お家でやるときに他に何か。そうですね、あのフリカッセに関しては、あの先ほどちょっと鍋に、まあ、蓋ができるもの、はい、まあ、最悪蓋ができなければなんか落とし蓋とかそういうものでも構わないんですけど、はい、あのコンロの上であの蓋をして蒸し煮というか、まあ、それで仕上げていくので、まあ、蓋が必要かなというところと、はい、まあ、先ほど言いましたけどワインに関しては白ワインの、まあ、辛口のタイプの方がいいかなと思いますね。はい、はい、ワインは、はい、あのお料理用のワインとかで。ああ、もう全然そのお料理の用の白ワインで、はい、まあ、そんなに甘ったるいものじゃなければいいのかなと思います、ね。はい、これレシピなんですけど、はい、ちょっと見えにくい、お手元にも皆さんのところにもあると思うんですけれども、で今あのフリカッセのレシピの中でですね、あの、はい、白ワイン、まあ、今触れたんですけど、はい、あの量的に今 200cc と書いてしまってるんですけど、はい、これ 150cc ぐらいで大丈夫かなと思います、はい。で特にあと、まあ、キノコはさっきも触れましたけどね、まあ、普通に売ってるキノコ、はい、もう何でも大丈夫だと思います、はいはい、量的にはここに書いてあるレシピの 100g というのは生の状態なので、はい、ソテーすると大体半分ぐらいまで落ちるんです。あのソテーはじっくり茶色くなるまでや、うん、あのソテーしてもらった方が、はい、あのキノコの味も凝縮するので、はい、それで大体 50g ぐらいまでかさが落ちると思います、うん、はい、であとは生クリームですね、はい、動物性の生クリームを使っていただきたいんですね。どうしてもあの植物性の生クリームだとあの分離してしまうので、はい、まあ、そこですかね、ポイントはフリカッセの話は、ガトーショコラの方は、はい、クーベルチュールチョコレートっていうと、はい、あのご存じない方もいらっしゃるかなと思うんですけども、はい、それはあの普通にお店で売ってますね。今売ってますか。そうですね、まあ、ララポートでいうとこちら下の売り場でも売ってると思うんですけど、はい、はい、あのカカオ分が高いパーセンテージが高いんですね、はい、まあ、60% 以上かな、はい、ぐらいのものを使ってます、はい、まあ、そちらを使った方がやっぱりより風味もいいし香りも出ますので、はい、まあ、ぜひそういうものでやってもらった方がいいと思いますね、はい、カカオパウダーっていうのはココア、うん、と思っていいですか。そうですね、ココアパウダー、まあそれ、はい、まあ、もうちょっと上質なものをちょっと使ってるんですけど、はい、まあありますね、まあ、売ってますんで、はい、一般に売ってますんで大丈夫と思います。はい、わかりました。今日はもうバレンタインということ で、ね、ちょっと今からだと作らないかもしれないですけど、ちょっとそうですね、今から作れなくはないと思うんですけどそうですね、大変ですよね、はい、まあ、これからまだ1年近くいろいろ行事が皆さんあると思うのでまた挑戦していただけたらと思いますけれども、このおうちでビストロっていうコーナーは偶数月に、毎週第2火曜日に放送されることになりましたので皆さんご覧ください。で今日、アゴーラの方でお食事かケーキ、お料理かケーキを頼んでいただくと、コーヒーを、はい、じゃコーヒー先着10名様、はい、まあ、コーヒー、まあ、無料でサービス、はい、まあ、合言葉がありまして、はい、お家でビストロとお家でビストロでいただけた方に限りですね、はい、サービスさせていただきます。はい、はい、はい、田村シェフは、最後になってしまったんですけど、はいはい、シェフになられるきっかけっていうのは何かあったんですか。きっかけっていうのは、まあ、小さい頃から料理作るのが好きでしたね、はい、何かしら、まあ、なんか親に作ったりとか、はい、まあ、それで作った時に何か褒められたり、はい、美味しいねって言われたのがなんかこう、はい、まあ、嬉しかったのかな。なんか そこからですね、はい、うん、でやっぱり洋食やりたいたいなというのはありました。はい、うちに5年生の子がいるんですけど、はい、なんかちょこ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 台所でやりたがるんですけど、ちょっと鬱陶しくてちょっとそっち出てよなんていう感じになっちゃうんですけど、まずいちょっとやらしてあげて、やった方がいいですね。やった方がいいと思います。わかりました、はい、まあ、シェフになれるかどうかわからないですけどじゃあそうですね、
柏の葉キャンパス駅前に、はい、お店を出されたっていうきっかけ。そうですね、去年の、10月に、はい、もう本当に新たな体制でアゴーラというものは生まれ変わりまして、はい、前のアゴーラから体制変わってもうスタッフも全員変えましたので、はい、まあ、そこから、まあ、新しく、まあ、フレンチの、まあ、フランスの定食屋というイメージで、はい、本当にビストロのフランス料理を今やってます、はい、で変わったということをなかなか皆さん近隣の皆さんも知らない方がすごく多くて、はいはい、そこをちょっと今回ね、はい、こういう、まあ、おうちでビストロという企画を通して、はい、まあ、どんどんメニューを紹介していきながらやっていきたいなと思います。はい、じゃあ皆さん、ランチと、ディナーもやっておりますので、ぜひ皆さんアゴーラの方へお越しください。今日は、キャンパス駅前の、フレンチレストラン、カフェレストランですね、アゴーラより田村シェフに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。田村さん、本日は本当にありがとうございました。皆様改めて拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それではれいこさん、バトンを引き継ぎたいと思います。はい、どうもお疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。皆様にはここまでお楽しみいただいているかと思いますが、この後ですね、ついに日向直子さんのライブが始まります。準備をするまでの間にですね、少しだけ紹介をさせてください。お手元のチラシにもですね、日向直子さんのチラシが入っているかと思いますが、詳しいご紹介などではですね、インターネット上に日向直子さんのホームページございますので、こちらをご覧になってみてください。曲といたしましては、私聞かせていただきましてですね、非常にとても透き通った声で、車の中でよく聞くことが多いんですけども、車の運転をしていながらでも癒される素敵な歌声でございます。早く皆さんに聞いていただきたいなと思っておりますので、ここからは日向直子さんのライブをお楽しみください。それでは日向直子さん、お願いいたします。こんにちは、日向奈穂子と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは小さい子が
大好きで、パパとママと、子供のために歌を歌っています。あゆみという曲から聴いてください。少しずつ似ていく顔声仕草口癖まで紛れもなくあなたがくれたものすべてで歩んでゆこう。曲をお届けしました。今日はバレンタインデーということで、私の曲の中にチョコレートの曲が1曲あります。その曲をお届けしたいと思います。チョコレートの曲なんですが、私、父をとても尊敬しておりまして、お父さんに向けていつかこういう風に言えたらいいなと思って作りました。ちょこっとチョコレートお聴きください。父に言いたいことがあります。出来の悪い娘ですが精いっぱい夢ばっか追って好きなことやり放題でも何
時は父を思います。幼い頃見た景色にいたあなた、臆病な私にくれた魔法、ポケットに2粒、1、2、一歩の勇気、ちょこっとチョコレート合わせたい人がいます。ちょこっとチョコレート両思いみたいです。ちょこっとチョコレート、一歩の勇気使います。でもちょこっと父に似てて甘党です。父と行きたいとこがあります。忙しくしてますが合わせませんか。きっと財布は父に期待します。でも二人で思い出作りませんか。幼い頃登ったあの山と、歩けないとだだこねた私を見て、手のひらに2粒、1、2、頂上への切符、ちょこっとチョコレート合わせたい人がいます。ちょこっとチョコレート、ちょこっと父に似てて、メガネなんです。ちょこっとチョコレート合わせたい人がいます。ちょこっとチョコレート、両思いみたいです。ちょこっとチョコレート、一歩の勇気使います。でもちょこっと父に似てて、ありがとうございます。ちょこっとチョコレートという曲をお届けしました。私日向奈穂子はひななっちゃんという名前で、柏では30円ぐらい、幼稚園保育園を回らせていただきまして、歌を歌っています。柏にある吉野沢保育園というところの、できて間もない保育園なんですが、園の演歌を園の歌を、作ってありしています。ワンピースの猿という私の曲で、ワンピースの猿という曲があります。突然お兄ちゃんにされちゃった男の子の歌です。ワンピースの猿お聴きください。あの夏の夕暮れのこと、突然ママがいなくなりました。僕は寂しくて寂しくて寂しくて、トイレで泣きました。パパは大丈夫だよって笑って、猿のぬいぐるみをくれました。ああ突然奪われた幸せ、ああ突然現れた猿、僕は切なくて切なくて、ぬいぐるみ抱きしめた。5日後の朝方のこと、突然ママが帰ってきました。僕は嬉しくて嬉しくて嬉しくて、ママに飛びつきました。ママのお腹はなぜかぺちゃんこで、代わりに猿を抱いています。
ました。突然現れた猿、僕はカチンと来てカチンと来て、ぬいぐるみ投げました。ママは寂しそうな顔して笑って僕をお兄ちゃんって呼びました。そのまたいつか後のお昼時のこと、突然ママに留守番言い渡された。僕はドキ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 して、猿と二人きり僕らの部屋、ピンクのワンピースを着た猿、むにゃ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 言ってました。隣で眠るむにゃむにゃむにゃ猿は僕の大事な妹です。泣かすやつや傷つけるやつは僕が絶対許さない。ママ何か手伝うことない、パパパジャマ僕一人で来たよ、ピンクのワンピースを着た猿、僕の大好きな妹です。ピンクのワンギタサル、僕の大事な家族です。ありがとうございます。ワンピースの猿という曲をお届けしました。今日、平日でこのララポート柏の葉、偶然いらっしゃってる方もいらっしゃると思いますし、毎週毎週、Kストリームを見ているという方もいらっしゃると思います。初めてララポート柏の葉で Kストリーム放送ということで、その初めてに、呼んでいただいてとっても嬉しいです。それではラスト2曲になります。いろんな、夢ややりたいことがあって、地方からこう東京に上京してきて、それでも忘れないのはお母さんの料理の味だなと思います。おにぎりという曲を歌います。当たり前だった、お母さんのおにぎりが当たり前じゃなかった。優しくて切なくて、ただおにぎりでよかった。校庭に梅の花が咲いた、僕はこの街を出ることを決め、高鳴る夢追いかける僕、母さんは自由をくれた。繋いだ手をそっと離すように、駅のホームでくれたおにぎり、こうならいいのに。当たり前だった、お母さんのおにぎりが当たり前じゃなかった。優しくて切なくて、ただおにぎりでよかった。Thank you.
は時間がないを理由に叫んだ夢忘れてく僕、母さんはなんて言うかな、おかかけのぼって転んでできたおでこのこぶを隠してたら、まるで自分が痛かったみたいに涙目で僕を見てた。当たり前だったお母さんのおにぎりが当たり前じゃなかった。優しくて切なくて、ただおにぎりでよかった。東京にも梅の花が咲いていた。ありがとうございます。おにぎりという曲をお届けしました。今日、枚数は少ないんですが、CD と私のオリジナルタオルと持ってきていますありがとうございます。もし小さいお子様とかご希望の方いらっしゃったら、今日は、皆様のお名前と私のサインを書いて、お渡ししたいと思うので、終わった後に声をかけていただけると嬉しいです。今日ひなたなほこひななっちゃん、これも会えたのも何かの縁ですので、どこかでまたお会いできたらと思います。それでは、私の代表曲になりますが、かしわしわという曲があります。今日は手話を皆様にお伝えしますので、ぜひ覚えて帰ってください。私のお家はかしわにあります。私の家族は柏に住んでいます。柏、これ皆さん、ありがとうございます、やっていただいて、柏、これ柏餅の柏の形を意味しています。柏餅になんとなく見えますかね、柏。ちなみにこれ宇都宮に行くと餃子。手話は手でしか言葉を表現できないので、口の形が変わるだけです。かしわ、餃子、同じです。かしわ、しわ、かしわのしわという意味なんですが、しわ、そうです、おじいちゃんおばあちゃんにある顔のしわを強調します、ね、ここ隠したいところですけどしわ、こうやって表現することもあるんですが、口の周りのしわ、今日はちょっと可愛くしわ、しわ、かしわ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 のおばあちゃん、女の人の腰が曲がっているのでおばあちゃん、これが女の人って意味なんです。おばあちゃんになってもこの町であなたと笑い、これは笑う、笑顔が広がっていく、笑いたい、これはよく使いますね。何々したい、これ唾を飲むということなんですけど、好きという意味もあります。たい、いつか、未来を指します。いつか、そう、先のこと、未来、いつか。かしわ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 の今度はおじいちゃんです。そう、男の人の腰が曲がってるからおじいちゃん、そう、2回やります。おじいちゃん、おじいちゃんになっても、それもまた、その人を指します。それもまた、いいね、いいねは天狗なんですけど、いいね、鼻から出ます。いいねって叫び、言うよりもっと大きい、言うよりもっと大きいので叫びたい。ゆっくりきます。かしわ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 のおばあちゃんになってもこの町であなたと笑いたい。いつか、
かしわ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 のおじいちゃんになってもそれもまたいいねって叫びたい。すごいこのスピードでついてきてもらってる。ちょっとゆっくり歌いながらやりますね。一緒にやってもらえたらすごいく私は嬉しいです。かしわ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 のおばあちゃんになってもこの町であなたと笑いたい。いつかかしわ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 のおじいちゃんになってもそれもまたいいねって叫びたい。おお、これかしわ、今日お家に帰ったらこれはかしわっていう意味だよと自慢してください。しわ覚えていただけると嬉しいです。それでは、日向奈穂子最後の曲になります。この曲で年を取ることが素敵だなと思えたらいいなと思ってこの曲を作りました。地元柏にいらっしゃる、柏の葉近辺に住んでいらっしゃる方に届けばいいなと思います。歌います。柏しわ柏しわしわしわのおばあちゃんになってもこの街であなたと笑いたい。いつかかしわ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 のおじいちゃんになってもそれがまたいいねって叫びたい。いつの間にか年を取ることに嫌気がさしてた。いつの間にか鏡見るたびにため息ついてた。あの頃下駄箱で約束した夢も紙の輪っかもぐちゃぐちゃにしまった体操着袋も全部君と過ごしたかけらたちだ。かしわ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 のおばあちゃんになってもこの街であなたと島のおじいちゃんになってもそこがまたいいねって叫びたい。いつの間にか証明書の年齢は最後に書いてた。いつの間にか二日後の筋肉痛は人に言わなくなってた。あの時残されて飲めなかった牛乳蛇を探した夕暮れの帰り道一緒にいたいねっておでこつけたこと全部君と過ごしたかけらたちだ。僕のシワだ一緒に過ごした何よりの証消そうとしたり隠そうとしたら夜中にマジック持って押しかけ
永遠の別れが来て、みんなが泣いて黒い服揺れて、君が空になっても、かしわしわ鏡見たら君がそこにいて、僕の顔全部を支配してた。残された仲間とこれからの出会いと新しい命で深くしてこ。ありがとうございます。サポートピアニスト鈴木志門、日向の箱でした。ありがとうございました。いただきますとですね、URL なども載っておりますので、ぜひとも自宅で今一度こちらの感動をですねご覧いただければいいかなと思っております。冒頭でもお話をさせていただいた通り、私たちは、一市民という形でこの放送局に携わっております。皆様にご参加いただくこともできますので、興味を持たれたり人前で喋ることが好きだったり機材を扱うことが好きだという方は一緒に活動したいなと思っておりますので、随時募集いたしております。ぜひともお気軽にお声かけください。そして今日の放送 Ustream というですね動画配信のページで生で流れております。番組終了後にもですねこちらをご覧いただくことができますので、ぜひともお楽しみください。それでは1時間半にわたりお付き合いいただきましてありがとうございました。この辺で Kstream ララポート柏の葉からの生放送を終了したいと思います。 MC は私トマソンでした。よろしくお願いあよろしくじゃないやありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。